大丈夫か、行きます。あー、うまっ。あ、見てみましょう。行きます。うわーうわーおーって感じだよ。はい、こんにちは、田中です。今回はなんと若い頃に極真空手で打ち弟子の経験を持ち、総合格闘技へ転向後は総合格闘技界のメジャーリーグでもある UFC に参戦するまでの実力を身につけるだけでなく、武道を生かした独特のスタイルで武術の実践性をご自身で証明しながら、現在は誰でも何歳からでも強くなれるをコンセプトに、誰強道場を主催しているキックの勝則先生にご出演いただけることになりました。先生、今日はよろしくお願いします。お願いします。僕のチャンネルをご覧になられている方には、まあ、今更説明不要だとは思いますが、その一応軽く自己紹介。自己紹介、ダレツヨ道場の菊野勝則と言います。まあ、柔道、空手、総合格闘技いろいろやって、今武術を一生懸命勉強しております。よろしくお願いします。まあ、ちょっとあれですね、全部語ってたらキリがないぐらい本当すごいんですよね。もう武術をやってる方の中でいわゆる、実績っていう点で言ったらもうずば抜けてるんですよ。僕が知ってる武術家の方ってやっぱ競技をやってる方いないんで。いや、僕逆ですからね、競技やってた人が武術やってるわけですね。はい、そうなんですよね。だからそういう意味ではね、ちょっと珍しい存在ですよね。はい、あ、なんでもう今日はその辺をちょっと僕も習っていきたいなと。お願いします。まず喋り上手ですね。ちょっと回りますね、口はね。いや、もう原稿抜群。すごい。ありがとうございます。今回僕もキックの先生のダレツヨ道場チャンネルに、出演させていただいてますので、ぜひそちらもご覧ください。はい、まあ、キクノ先生とは、まあ、同い年で、まあ、まさかの最初の出会いは格闘技ではなく、アドラー心理学を、そう、ね、学んでて、そう僕が書いてたブログをシェアしていただいたことがきっかけで、はい、最初のつながりを持たせていただいて、で去年僕がダレツヨ道場の方にちょっと銀行にプライベートで行かせていただいて、はい、でその後ですね、対談の、はい、居酒屋でこっそりと、はい、サブチャンネルの方に公開させていただいたんです。対談というか僕が教えてもらってるんですけど、まあ、今回はちょっと初めて、はい、メインのチャンネルの方での技術の交流ということで、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、ちなみに今回なんですが、僕がちょっと体験したいのは、菊野先生がその武術を取り入れて KO 勝ちをしだした時に、はい、そのあたりからよく、見かけるようになったのハンマーパンチっていうんですか、これあれとかをちょっと体験した上で、はい、理論的なことを教えていただいて、僕もちょっと少しでもそれができるようにちょっと押し込めたいなと、はい、ちょっと今日そちらの方よろしくお願いします。わかりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おっ、はい、では一発じゃあ耐えないでください。ゆるゆるしといてください。お願いします。受け入れてください。いきまーす。おわっ、こう、めっちゃ残る。すみません、これテイク2じゃないですか。2発目の方が痛いっすよ。あ、そうですか。やばい、ちょっとさっきと同じ一発目のそのリアクションが、そのリアクションが、痛みを知ってからのそのリアクションが厳しいな。やばい、よし、初心に戻ろう。はい、さっきより痛い。あ、それめっちゃあれ、さっき取り損ねで、2発目だから一発食らってるからどうなのかなと思ったら、あれさっきより全然痛いと思ってますよ。やりましょう。じゃあですね、今回ちょっと有料で見学をされてる方がいるんですけども、僕が食らったハンマーパンチを実際の他の方が食らったらどうなるのか、ちょっと、リアクションを見させてもらおうと思いますね。ちょっとね、すみません、よかった。お願いします。力抜いておいてください。はい、はい、どうぞ。いきまーす。あー、うまっ。あー、うまっ。あー、見てみましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃめちゃ残る。これ、
沖縄拳法空手の内反地っていう型をやることで身につく、まあ、身体操重心移動ですね。先ほど高潔先生が教えてくれた、僕のチャンネルの方で高潔先生の月をね、いろいろ教えてくれたんですけど、あれが僕ら大千道場でやってる柿絵の受けっていう技術で使う体の使い方と一緒なんですよね。で今のこれっていうのは柿絵の攻めっていう使い方と一緒で、大千道場では姿勢動きリラックス意識によって体がつながると考えてるんですよ。でその家計の受けっていうのは姿勢ですよね、まあ、例えば腕の角度であったりとか、そういうこの強い姿勢によって体がつながる、こうこことかかとが一致するというような考え方で体の威力を出すっていう考え方なんですけど、で次動きですね。動きっていうのは例えば手先から動くことによってここがピンと張るわけですね、うん、これによって体がつながって重心が移動する。そう、はい、これが柿絵の攻めの考え方ですね。あの人の体って、まあ、ゆるゆる柔らかいので、ちょっと言ってもいいですか、まあ、これが人の体だとして、例えば、まあ、まあ極端ですけどね、極端だけど、まあ、地面を蹴ったりだとか、腰をひねったりだとかすると、まあまあ、もうちょっと硬いので多少いくんですけど、まあ、ちょっとロスが大きいと、はい、でそれを、まあ、こういう先頭ですよね、手先とか末端をこう引っ張ることで、こう今こうやって張りが生まれて、こうなった時にここをちょこっと動かすだけでも向こうが、はいはい、ここ1ミリ動かせば向こうが1ミリ動かすんですね。こういう張りを作っていくんですね。末端を動かすことによって足の裏までが重心動が起きると、つられてついていくんです。そう、これがまあこの状態で、まあ、ここをこうしてもこうしても響かないけども、ちゃんとこれをこうの末端を動かすことによってこう全身が揃って動くということを身につけるのがまあ内反地であり柿絵の攻めで、はい、今それによってこう手先だけをこれをこうしちゃうと、あのここがたわんじゃうんですけど、こっちだけ動かすことでドン、しっかり重心を伝えるっていうか自分の全部を伝える引っ張るって感じですね。末端によって重心を引っ張るということをやっていきます。で内反地の方で内反地好きってあるんですけど、まあ、足がまあこのぐらい開い、まあ、これ開きすぎたらよくなく、まあ、膝の下ぐらいのこの足が来て、膝を張って、溝を張ってて、これが今あの帯をピンと張ったような状態なんですね。これが膝とかがこうバネができたり股関節がこうなったり、ここがこうなっちゃうとあのゆるゆるの状態なんで、これをガツーッと張るんですよ。完全にこことここは固定されてる。そうですよね。この膝関節股関節をたわませない、はい、で溝落ちもたわませない、その状態で手だけをこう出していくんですね。そうで今ちょっとこっちまでグーッと伸ばしてるんですか、それが。でこっちは引き手を引きます、はい、でそうするとここがこれ以上伸びないところになる、はい、どこが張りますよね。これが今緩んだものがこうピンと張った状態ですね。でそこからこれを伸ばしながらひねる感じをしてください。こう肘から先をひねる感じ。そうですね、そうですね。これ もっときつくなりますね。そうそう。でこれに素直に従っていく。こっちに引っ張られる。そうですそうです。そうこれでこのままおお。そうです。ああそうそう。この状態で張っておいて、はい、出して限界まで来たらさらにひねりながら持っていく、はい、そうですね、伸ばしながらひねると、ここが要は雑巾を伸ばしながらひねってる状態ですね。あそう、強烈に硬くなるわけですよ。そうでそれに、まあ、抵抗もできるんですけど、それに素直に従っていく。おお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 立ち方がまあ奥義みたいなもんで、こうガツンとこのまず針ですね、このたわみを消すんですよね、パツンと。でそしてこう顔を横向くんですよ、明らかにここに針が生まれてるんですよね、はい、でこの状態でも水落ちもここも全部張ってるから、ピンと張ってるから、かかと見ておりますよね。こっちのかかとがここをこっちを向くと
こう引っ張られてるんですよ、ここに。これに顔の動きによってかかとが引っ張られて、全身がこうやって引っ張られていくっていう、なるべくちょっとしたこの針によって全身が引っ張られていくっていう傾向を大ハンチたちでしっかり作っていくんですね。そうするっていくと、もう本当にちょっとしたこれでも全身がつながって引っ張られていくっていう体にしていくと。だから何しても全身がドーンと連動する、はい、これでも足かかとが引っ張られる体になっていくっていうのが内反地っていう形ですね。はい、この状態で、はい、張った状態で手足を動かすっていう経験がほぼないですね。そうですよね。だこれが肩っすよね。ガツンと肩にはめ込んじゃって、はい、その状態で体のつながりを鍛錬していくと。おお、いって、この時にパンチと一緒にこっちに顔を持っていくんですか、はい、顔を向いてから。そうですね、顔はこっちだ。見といた方がいいですね。見た状態から、はい、この状態で、何ですか、この下段払いと手をしっかり引いた状態のまま、溝落ちのラインにここに向かって伸ばしていってください。これを引きながら、これを引きながら、そうですね、そうですね、そうそう、で、からここを死ぬほど張っといてください、死ぬほど。そうそう、完全に外に重心が。ごめんなさい、重心の位置はですね、すねの骨に立ちたいんでね、気持ち内側ですね、この辺ですね、はい、小指側に寄らないように、こういって、できればですね、これもたわみなんですよ、この要は、これってちょっと緩んでるんですよ、ね、これもこう、手首をこうやりたいし、握りでもぎゅっと、ちょっとしたたわみも消していきたいですね、ここも握るし。ずっとここ持ち上げる。結構動かしてるところ以外は力入れる感じです、これ。そうです、全身を鍛錬なんで、これ、まあ、極端に言うと筋トレと一緒ですね。ですね、体を強化、つなぎ上げを作っていく。動かすときに力を入れてるっていうことが普段ないんじゃないですか。ガーッとで、ここをめちゃくちゃ伸ばしてください。あ、そうか、拳を握るんだ。そうですね、これによって握るというよりは巻き取るんですね。ここの筋を巻き取る。で、これが全身がつながってるから、ここを巻き取ってるんですよ、今、拳の握りによって。ああ、そういうことか。確かに、これこうすると、こっちが緩みますね。緩みますよ。徹底的に、巻き取る。かかとまでも全身をここでギューッと巻き取ってるっていう。これによって体が一体化するんです。はい、で、実際に戦うときは握らないですよ。もう楽でいいんですけど、稽古としては体をつなぐ稽古なんで、全力で、もううわーっと張って、溝落ち張って、こう伸ばして、ガーッと、今、こことかかとがつながってます。で、その限界まで伸ばした状態から、さらに雑巾を絞るんですね。伸ばした状態からさらにひねると、また伸びるんですよ。そうすると、もう体が、まあ、限界、そこに素直に従って、全身がスライドしていく。結構つらいっす。そうですね。はい、結構筋力使う。そうです。これ、鍛錬なんでね。体のつながりを太くしていく、そして余計なものを外していく傾向なんで、こんなに力使ってやってるんですか。上手になればなるほどめちゃくちゃきつくなります。こっからつりそうになったんですよ。そんなに力まないんで、普段、はい、これをすると要は突きが強くなる、筋力が養われて、つながりが強くなっていく、はい、これ1ヶ月頑張るとドンと、ああ、そうです。ここと足の裏がつながっていくので、ボンってこうしただけで重たくなるんですよね。はい、完全に自分とかが教えてる道場の一番の最初の基本は、はい、足でここが出るっていうのが、そうですけど、完全に逆っすよね。手で足が出るっていうか、ついてくる。結局威力ってパワーと重さの割合だと思うんですよ。ああ、そうそう、まあ、沖縄剣道空手はこのパワーを一切なくして、重さをいかに大きく伝えるかってところに特化してるので、なんで一切地面蹴らずに、腰もひねらずに、手先だけ動かして、末端動かして、こう、まあ、沖縄拳法というか内反地の考え方ですね。別に沖縄拳法でも地面蹴ってもいいんですけど、はい、この内反地が教えてくれることは、この末端に揃って全身が
こう揃って動くっていうことをやると。そうだから、まあそういう意味ではあの パワーに一切頼らないので、誰でも何歳からでもって、その重力って平等じゃないですか、うん、そうですね、そうだから全く足の筋力なくても自分の重さをちゃんと伝えれたら、まあ強くなれるというか。はあ、そうか、なんとなく抜重とかにも近いような。そうですね、あの重さをちゃんと使うっていうところで、重さの使い方が違いますもんね。そうですね、あの揃え方が違うというね、末端に揃えるのか、その同時に揃えるのか、これに揃えるのか、こっちに揃えるのか、だから僕らも3段階で考えてて、まあ、一番簡単のが重心が、こう来た、ここにある重心がここに来て、ちょっと軽くしていいですか。ああ、そうそうそう、ここにある重心がこう来て、これがまあ重心移動を伝えますね。1、2、3と分かりやすく、まあ、これが一番遠い距離から、例えば、まあ、こう来て、こういうのが今の使い方ですよね。で今度は中間距離、まあ、このぐらいの距離でやるとしたら、今度はこの末端に揃ってこれ、これでまあこれで重心を移動させると。で今度は僕らとか近い距離だったら、さっきのこのまあ抜重みたいなことですね。こうなりましたね。僕結構形容するので、こういうのを打つの。これってな、これとこれを合わせるんですよね。だから考え方としては、そのこのこれを固定してこうやって合わせるっていう、はい、やってることは多分近いと思うんですけど、はい、その距離によってこう重心の揃え方を変えてますね。はい、てか今起こりがやっぱ少ないですよね。そうですね、特にこれに関しては。そうそう、はい、今なんかびっくりしましたさっき言ってたじゃないですか、そのフレームで人ってまあちょっとしたこれで来るって、レベルが上がれば上がるほど、そして速度が速くなれば速くなるほど、ちょっとしたこのフレームの動きで見極めるので、それをなるべくしないですね。そうですね、ここからあれですね、こうだから多分画面から見たらただの遅いパンチなんですけど、体感速度としてめっちゃ速いですよね、急に来るみたいなね、避けれる気がしない。はい、フルコンでも、はいはい、この状況で受けるのと、はいはい、この状況で受けるの全然難易度が違うんですよ。はい